某と某大手飲食店に新卒で入社した22歳です。会社はリストラは絶対ないと言います。転職を考えています。意見ください。まあ、絶対ないは嘘つきですね。結局その、10年後に日本がどうなってるかなって断言できる人いないので。なので、長期的な予想が 100% 当たってるという人は基本的には嘘つきか、タイムマシンから来た未来人なんですけど、まあ、タイムマシンで来た未来人じゃないんだとしたら嘘つきだと思います。AI による IP トラージ信憑性ありますか？あると思います。個人的にはポンジスキームの可能性が高くて手を出せずにいます。AI によるアービトラージ自体は成立すると思います。ただ、それを歌ってるファンドが詐欺の可能性は高いです。なので、もしその AI で本当にいけるんだったら自分でシステム組んでやってください。要は AI で儲けるから金を預けてくださいっていう人は詐欺の可能性が高いです。基本的にその、なんか新しいことを言って、ファンドです、金くださいっていう人は、基本的に嘘つきであるっていう、視線で見た方がいいと思いますよ。高校3年です。地平道発行もで200万貯金したのですが、PC とこの200万を使って自分が長時間働く以外で1年以内に400万にしたいのですが、どうしたらいいでしょうか？地平道発行勢いであれば、こんなところで2222円使ってる場合じゃないと思いますっていうのは置いといて、世の中の人で200万を400万にしたいって思ってる人ってめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。でも、じゃあなぜ他の人は200万を400万にすることができないのかっていうと、難しいからなんですよ。で、ここで、じゃあこうやったら200万が400万になるよって僕が言ったとして、みんなできるんだったら世界中に貧困ってないですよね。なので、そもそもお金を稼ぐというのはどういうものかっていうので、地平道を吐いて働かなきゃいけないよねっていうのが分かったわけじゃないですか。で、多分この後高校生が200万持っててっていう話を他の人にした場合に、じゃあ俺に任せたら増やしてやるよとか、なんかじゃあこういうビジネスやったらいいんじゃないとか、で、スターターキットこれだよとか、なんか月15万円払って洗剤とシャンプー買うと幸せになれるらしいよとか、いろんなこと言ってくる人がいます。でも、基本的にそいつら全員嘘つきです。要はそういうことができるんだったら世界中日本中に貧困な人いないですよね。なので、2222払った結果として得られた情報は簡単に金儲ける方法はないので、400万稼ぎたいんだったら同じことをもう一回やると、今まで200万稼いだんだから同じことをもう一回やるだけで400万になるわけじゃないですか。なのでその200万を稼ぐ能力はあるということはすでにもう証明されてるんですよ。で、その上司がムカつくとか嫌な思いはして、もうなかなかやりたくないっていうのは分かりましたと。なので、あと次にやるべきなのは、他の職場で金を稼ぐ能力をもう一回使ってみてください。要はその上司を変えることはできないんですよ、下っ端だから。自分が社長だったら部下はクビにできるけどね。なので、今度はその嫌な上司がいないところでもう一回同じ努力をすると、まあ同じ努力と同じ時間を費やすと、それは400万になるんじゃないでしょうか。東大現役医師による YouTube クリニックというチャンネルで、寿命を10年延ばすレシピという嘘つきという各臓器を横断的にメンテナンスできる科学的な方法を紹介しています。はい、嘘です。働いてないお金のない方でもできる方法なので、ぜひこの YouTube クリニックという単語を読み上げてください。読み上げましたけど嘘です。じゃあそれで例えばインド人とかがそれやって、インド人の寿命が10年伸びるかっていうと伸びません。で、じゃあ今日本人の平均寿命が90、女性だと92歳とかと思うんですけど、じゃあその日本人の女性の92歳の人がそれやったとして102歳まで生きるっていうといきません。なので、その健康に良いことが、まあいろいろ運動だったりあるので、それをやった方がいいよねって教えるのはいいと思うんですよ。ただ、その良いことを教えることでその人の健康になるっていうのが良い目的ですは、僕も正しいとは思うんですが、そのためにその寿命が10年延びるとか嘘をつくのは良くないです。そのなんか良いことであったら嘘をついて人を騙しても良いという考え方ってあまりよろしくないと思うんですよ。まあ、その人はバカなんだから、騙されても結果この人が得してればいいでしょっていう考え方もあるんですけど、あんまり僕それよろしい考え方だとは思わないんですよね。若者に投票を勧めるのが大体嘘つきっていうんですけど、そのなんか政治を変えたいんだったら投票に行くべきであるみたいなことを、その若い人向けに書いてる人とか言ってる人って結構いると思うんですけど、あれ基本的に全員嘘つきなんですよ。若い人たちが、じゃあその20歳から49歳、39歳の人が全員投票に行きました
全員投票に行ったとしても40歳以上の人がだいたい 40% ぐらいが投票に行くと勝てないんです。で、40歳以上の投票率って基本的には5割近いので、そうすると20歳から39歳の人たちが全員毎回投票に行ったとしても高齢者には絶対勝てません。はい。ちなみにこれ僕の意見とかじゃなくて、日本の人口がそういう比率だよって話なので、興味がある人は日本の人口を調べてみてください。はい。なので、なんか政治を変えたいんだったら投票に行くべきであるって言ってる人って僕みんな嘘つきだと思ってるんですよ。その老人が老人に言うのはいいんですよ。高齢者に受ける政治を選びたいんだったら、その高齢者は選挙に行くべきだよね。正解、その通りです。高齢者の思う通りの政治家が受かって高齢者の思うような政治がされると思います。でも若者がどんだけその選挙に行ったとしても、若者の受けのその政治、若者受けを狙う政治家だったり政策というのが実現されることはありません。残念でしたっていうのをちゃんと調べれば分かるんですけど、なんか若者が選挙に行くとその社会が変えられるみたいな嘘をつくのって僕よくないと思うんですよね。なんか結局じゃあ若者が投票に行かなかったからその高齢者好みのものになっているから若者が悪いっていう裏返しになる気がしてるんですよ。で、若者が悪いわけじゃないんですよ。だって若者がさ全員投票したって勝てないんだもん。要はその若者が全員投票したって勝てないっていう事実がありながら、若者が投票しに行かないから若者向けの政策がうまくいかないんだみたいな、そういうなんか嘘のレトリックを使うのって僕どうかと思うのですよ。なので若者に投票を勧める人は大体嘘つきだと思ってるので、思ってるというか、事実だと思います。はい。反論募集します。先日初めてヒゲさんを YouTube で言いました。ヒゲがないのになぜヒゲ親父なのでしょうか。むしろひゆきさんの方がヒゲ親父なのではないでしょうか。まずですね、ヒゲ親父さんに対しての質問があるのであれば、ヒゲ親父さんに聞いてください。僕に聞かれても困るんですけど、で、じゃあなぜヒゲ親父さんがヒゲがないのにヒゲ親父って言ってるかっていうと、基本的には彼が嘘つきだからです。普通の人って、生きてる上で、あまりこう嘘をつかないようにしようとか、当然その嘘をつかないという前提で人間って生きていくと思うんですけど、で、彼は、嘘をつくのが当たり前の生き方をしているので、なので名前にしろ何にしても嘘をつくと。なので、彼の言うことは信用しない方にした方がいいんじゃないかなと思います。はい。クレタ人は嘘つきだって、クレタ人が言うって話があって、僕たまに嘘をつくんですよ。さて、今僕がたまに嘘をつくんですよっていうのはどういう意味なのかっていうと、要は嘘つきである僕がたまに嘘をつくんですよっていうことは、嘘つきが嘘をついた場合はそれは本当のことなわけじゃないですか。で、僕は本当のことを言う人だとしてたまに嘘をつくんですよってことは、やっぱりたまに嘘をつくんじゃんと。で、たまに嘘つくってことはやっぱ嘘つくんじゃんってことだから、嘘ついてる人がたまに嘘をつくっていうとは本当のことを言ってるんじゃないかっていうのがぐるぐる回るっていうね、しょうもない話をクレタ人の人が言ってました。